関西大学ラグビー春季トーナメントの5位6位決定戦ということで、こちら、天理大八郷ラグビー競技場にで14時から、立命館大学と対戦と開催と対戦します。スタメン発表されております。1列目宮内、山本、平尾、2列目ロック中村雅人、中村ゴール、中村コンビと、3列目西山、谷口、中川で、ハーフ団は宮内、カンタ、弟ですねと、スタンドオフに立石と、でウィングは遠藤、松下、それがセンターにキラと石川翔で、フルバックに翔だということになっております。関西大学、前回は摂南大学に勝って、立命館大学に勝って来いというところで、まず終えて春につなげてほしいなと思います。現在、試合前の練習中です。ゴーカイザーズ。そうしましたら、本日春季トーナメントの5位6位ですね、決定戦ということで、まず関西大学の方から監督の佐藤監督と、それから石川キャプテンに来ていただいておりますので、まず今日のを振り返ってということで、一言ずつ監督キャプテンの順でお願いいたします。はい、じゃあ僕の方から。はい、どうぞ。はい、今日の試合はですね、春季トーナメントの公式戦という形で、本当にいい形でこう夏合宿、秋につながるようなこう春の集大成を見せるといったところが今日のスコールでした。まあ、そういった部分では結果が伴わなかったのは本当に残念です。ただこういうコンディションの中、チームプランを理解して、選手は一生懸命、実行してみたのかなと思います。ただうちの寛大スタイルと考えた上では、何度かチャンスを得たところでうちの形でトライ取れなかったところは、本当に夏合宿でしっかり修正して成長させて秋シーズンに臨んでいきたいなと本当に痛感しております。本日ありがとうございました。キャプテンお願いします。はい、石川監督です。本日の試合を振り返って、まず一番最初に思うことが、やはり自分たちが敵陣22に入った時に、やはりスコアしきれなかったっていうのが、また今日の試合の偏差かなというふうに感じていて、自分たちがもともとやろうとしたプランが、立命館さんのプレッシャーやディフェンスの出だしによって、止められてしまったのが、自分の中では少し悔しい結果になったかなと思います。以上になります。ありがとうございます。そしたら次の方に入りたいと思います。所属とお名前をおっしゃっていただいて、質問をさせていただきます。はい、どうぞ。組み合わせをお願いします。そのスコア取れなかったところ、多分前半の序盤のところの多分3回ぐらいの前半のところだと思う。上から見てどういうふうに
でしょう、プレッシャーかかってたのが自分たち、まあ、あの相手が競ってきてか、まあ、相手がこうそれに対してオプションに対して準備してるかといえばそうじゃなかったので、自分たちのプレッシャー、自分たちのミスといったところがあの3本のうちは大きく占めてるのかなとは思ってるので、まあ、そういったプレッシャーの中でゲームしていくことがすごく重要なのかなと思いますし、またあのフォワードは若いチーム、若いので、まあ、そういったこう経験値を積んでいくことが大事なのかなと思っています。今日はあのどちらかというと自分たちが大事にしているところでこう、うん、上回れたら、まあ、そのレフィーのアジャストのところもあったので、どういうふうにブレイクダウン、スクラム、でもレフィーは初めて見ていただいたんですけど、ブレイクダウンのところはあのうちがこう丁寧にやっているところはしっかり評価して、あの相手のペナルティーを前半は多かったのかなと、ブレイクダウンに関してスクラムに関しては、まあ、味方がいろんな角度がある中でやっぱり自分たちのこうスクラムを突き詰めていく上ではまだ伸びしろが大きくあるのかなと思ってます。実際にこう2戦が当たってみて、そのまあ、相手が結構プレッシャーかけてきたってことで、はい、そこら辺のあれどういう感触？そうですね、もうかけてくることはもう事前に分かってたので、まあ、そこのかけてくることに対して自分たちが上回る気持ちで、そのかけてくる全体して一歩外に出るとか、そういう工夫は中で、はい、行ってました。ただその前半は、まあ、体力あるうちに出てきてたんですけど、やっぱ後半自分たちの中の課題で体力がなくなって、その今日みたいな苦しい環境の中でいかに最後までセットができるかというのが今後の課題になると思います。春をこう全体、まあ、今日の試合に限らないですけど、こう春全体を総括すると今どういうふうにこうチームが前に進んでいったという振り返ると思います。そうですね、当初に比べるとやはり、まあ、上級生、自分たちの4回生が、まあ、メンバーに絡むっていうのが最初は少なくて、ただその試合をシーズン通していく中でやはり、まあ、当事者意識というかそのリーダーシップを少しずつ出していって、まあ、今日に関しては8人4回生がメンバーに選ばれているので、そういったリーダーシップの部分に関しては、まあ、春シーズン大きく成長できたものかなと感じています。いいですか？はい、あ、すみません。どうぞ。あ、笠井大学の長富です。お疲れ様でした。そして監督さん、まず聞きたいんですけども、まあ、春何試合かやってというところで、まあ、寛大スタイルというのが一つ、キーワードのかなと思うんですけども、あえてそこのラグビーというのはあえてどういうものだというところをあえてちょっと教えてほしいなというのと、ラグビーをあえて寛大スタイル、寛大スタイルを伝えるのかラグビーを伝えるのかといえばラグビー、ラグビーとは、いや寛大スタイルとどういう戦いを、まあ、シンプルに言いますと、ラグビーは争奪の部分が、うん、スクラムでもラインアウトでもレッドダウンでもあると思うんですけども、そこでしっかりこうファイトできることが重要だと考えているので、そこをしっかり戦えるようにうちの寛大スタイルとして選手を育成していくが大きな、うん、方法だと思います。うん、であと、まあ、秋に向けてというところでこう一番こう修正したいポイント、またはこう強化したいポイントというのはどの辺に見られてますか？まあ、今日に関して言えばスクラムのところが大きく課題ではないので、うん、これから怪我から復帰してくる選手も踏まえて夏合宿でいろいろ計画して関東の強豪、また関西というところとしっかり練習して自信を持ってシーズンに動けるようにつなげることが大事なのかなと考えています。わかりました、ありがとうございました。お疲れ様でした。宮本選手です。関西が大学春季トーナメントということで5位6位決定戦を行われまして、残念ながら立命館大学に13対33というところで敗れてしまいましたけども、まず今日の試合振り返ってどうでした？そうですね、やっぱ自分らフォワードでこだわって春やってきたんで、うん、その部分でセットプレーだったりそういうので優位に立ってしっかりエリア取って戦っていこうという中で、やっぱなかなかフォワードがセットプレーの部分で優位に立つことができない、プレッシャーを受けて後転に回ってしまった。やっぱりおっしゃる通り、この前半の最初の方ですよね、はい、そこでなんか一つでもトライ取れてれば、うん、まあ、流れもつかめたのかなと。そうですね、でどうなんでしょう、そのちょっとセットプレーがうまくいかなかったというところがありましたけども、その辺というのは原因といいますか、向こうのプレッシャーなのか、それとも自分たちのミスなのか。やっぱこうゴール前までしっかり迫ってるんで、うんうん、通行でのラインアウトのクオリティだったり、そういうところでやっぱミスが起きてしまった、うん、自分らのクオリティが原因ですよね。うん、で、まあ、後半もちょっと、まあ、ワントライ取りましたけどもいい形で、まあ、あれが、まあ、一つ、まあ、ドライビングしてから
というところで、はい、ああいうラグビーも一つポイントなのかなと思いましたけども、一本取れました。どうでした？やっぱ僕も交代してたんですけど、うん、まあ、そうやってしっかり春やってきたっていうのを結果で示してくれたのは、うん、次につながるいいトライだったかな、うん、で、まあ、セットプレーでいうと、まあ、スクラムですよね今日、はい、ちょっと、まあ、前半はまあまあうまくいってたと思うんですけども、ちょっと、向こうに押し負け、あるいはまあ反則こっち取られてというようなケースありましたけども、実際踏んでみてどうでした？やっぱこう気温が高くて湿度も高い中で、うん、自分らの形っていうのをしっかり作れない、しんどい時に自分の形しっかりできなかったのが一番の原因かなと思います、うん、こうまあ自分たちのやりたいスクラムの形というか、はい、まあ、それはある程度こうできたのか、それともちょっとっていうところ、ちょっとしんどくなって、うん、できてない部分もあったのかなという感じです、うんうん、なるほど、わかりました。で、まあ、今日、まあ、残念ながらまあ負けてということで、6位ということなんですけども、まあ、春のトーナメント、まあ、何試合か戦ってきましたけども、どうですか、まあ、最終上級生という4年生ということで、まあ、フォワードのこう、まあ、出来というか、まあ、秋に向けてチーム作りということでやってきたと思いますけども、はい、そうですね、やっぱこう 1,2,3 回生の時から試合出させてもらってるんですけど、うん、まあ、こう初めて4回生になってチームをまとめる側になった時に、こういかに選手とコミュニケーションを取っていいチーム作りをできるかっていうのに今年の春結構フォーカスしてて、うん、その中で、まあ、春6位という結果に終わってしまったので、まあ、目標は関西制覇なので、もう少し自分も含め4回生がしっかり引っ張っていけたらな、うん、なるほど。で、まあ、春と全部戦ってみて、はい、どうしよう、まあまあ、夏合宿とか、まあ、今後経ってくると思いますけども、どういうこうポイントを、まあ、ブラッシュアップといいますか、やっていかなくちゃいけないという感じてます。やっぱりフォワードがしっかり相手に勝つことができたら、うん、チームもおのずと勝利に近づけると思うので、うん、もう一回フォワード の, そのセットプレーの部分の強化を関東の強豪大学とかと一緒に練習してつけていきたいですね、うん、なるほど。で、まあ、関東という話で出ましたけども、宮本選手はあの、まあ、東西戦ということで6月30日に国立で試合ということで、まあ、関西代表で選ばれていってきましたけども、どうでした、実際もう関東の、試合をしてみてというところで。そうですね、やっぱ自分がいつもテレビで見てるような大学のチームだったり選手が相手にいる中で、うんうん、まあ、最初はあんまり試合前とか緊張しないタイプなんですけど、まあ、珍しくこうなんか久しぶりに感じるものが、心拍数上がってるなみたいなのがあったんですけど、まあ、いざこうピッチに立ってコンタクトしてみたら、まあ大したことない、うん、別に関東でも通用する部分はあるのかなって感じました、うん、で実際こう、まあまあ、全国大会に行くと、はい、まあ、関東とまあやることになってくると思いますけども、その辺を踏まえてというところではどうでした、その、まあ、セットプレーだったりいろんな面で力というか。やっぱりサイズが結構大きくて、うん、関西、うん、なんで、まあ、もう一回チームのみんなに言ったのは、しっかり食事とか睡眠とかそういう細かいところから見直して、うん、体のサイズアップを秋に向けてやっていかないといけないなと。なるほど。で、まあ、食事という話出ましたけど、当然体作りは大事なんですけども、まあ、関西大学でその、まあ、取り組んでるというか、はい、まあ、食事の面で栄養面というか、はい、あの辺って何かあったりするんですか？今は練習後に補食を、うん、お米 300g 取るようにしてた。で、まあ、結構その成果出てる選手も何人かいて、みんなフォワードとかとかのサイズアップ3キロぐらい、うん、2、3キロ増えてる選手平均で、はい、ほう、まあ、そういう細かいことがの積み重ねが大事なのかな、うん、で、まあ、結構フィジカルも結構、まあ、トレーニングして鍛えてきたというような話も聞いてますけども、はい、そのあたりはこう、まあ、ゲームにどういうふうに生かされつつあるのかというか、まあ、完全にはまだいってないと思いますけども、はい、どうですか、まあ、そのあと。そのやっていく中でジェネラルの部分で当たり負けするようなことがあんまないんで、うん、自分も含め多分周りもそう感じてると思うんですけど、うん、まあ、そういうところで成果が出始めてるのかなと思います。なるほど、まあ、手応えは感じているというところですね、はい、分かりました。で、まあ、夏合宿を経て最後の秋ということで、はい、まあ、関西大学去年の6位というところだったんですけども、ラストシーズンどういうふうなプレーを見せたいですか？もうなんか入学して、うん、初めて1年生で試合出させてもらったのがこの前のようにもうあっという間だったんですけど、うん、もう自分の持ってる全ての力を出して、もう先があるとか、うん、もう考えずにこの
4回の秋だけに全てをかけて絶対勝って次関西戦をしたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございます。